今日はこのくらいにしとこ北川さんどうしたんですか五条くん今何してた寝ようとしてましたこんな夜遅くに何かあったんですか別にどうもしないんだけどこ声が聞きたくなったっていうかん 寝れないんだけど本殿の「通見ちゃってあああの続きでもこの前は怖くなかったって言ってましたよねあの時は五条くんもいたし義理平気だったけど一人だときついちょっとした物音にもバチクソビビっちゃって

最変更角度でこんなに変わるんですねた<お>楽しい準備してる時も衣装着て写真撮ってこうやって見る時も隣の部屋からなんか声が <laughs> そうだ俺たちは今ラブホテルにいるんだが<い> <laughs> 俺ん,下川さん今